のんちゃんの臭い話です。今日は何から見ようかな。あ、さっきね、銀杏踏まないでよとかねありましたけれども、銀杏匂ったですよね。うん、匂ったかどうかをお伺いしております。え、臭かった。絶賛臭い中、匂い中かな。まだ臭、え、臭じゃない、匂ってない、ワインになる。え、匂ったですよね。ですよね、ですよね。間違ったね。でもこれは間違いなく臭かったの読み方ですよね。ねね、そうよね、そうね。ぎなね、匂いますよね。ね。匂うのよ、ほんと。私、大学が、イチョウ並木？そう、門入ったところが、もうイチョウ並木で、そこ避けて、教室に行けないんですよ。だから、もう、本当に、で、しかも結構ね、都会の真ん中にあるから、おしゃれしてみんな来るんですよ。でね、なんとなく、まあ、自分もね、まあ、結構おしゃれしてなかった日もあったけど、お気に入りの靴とかで行く日もあるじゃないですか。その後なんかね、カフェ行くとかさ、もう、本当踏みたくないわけ。絶対に踏みたくないわけですよ。ねえ。そう、すっごい蝶は綺麗だし、やっぱりね、こう秋になって紅葉で色づいてくれるっていうのは嬉しいんですけど、とにかく、もう本当に実の量が半端じゃなくって、たくさんあって、避けるにも避けられない。で、やっぱりもう踏まれてしまって広がってるんですよ。粒だったらまだあれですけど、こうペチャってなってね、そう、銀杏コースある至難の技でしたね。で、匂いもやっぱ強烈で、そう、もう門入った瞬間にずっとこう匂ってるし、誰か踏んじゃったのかなっていう、教室にその匂いが持ち込まれてる。なんかずっと香ってくる銀杏みたいな。そうなんですよ。そう。あ、いや、ごめんなさいね、本当に。いや、だから、一生懸命秋は、その銀杏を踏まないように、ちょって、つま先で歩いて、時間かけて行ってみました。そう。あ、絶賛匂い中かって。赤色のね、絶賛匂い中っていうね。あ、でも少ないですね。周りにないっていう、方多いですね。関東が一番多い？あ、本当だ。くーさかった、絶賛匂い中、まだ匂ってないの割合が一番多いので、木自体がたくさんあるっていうのは関東。え、でも本当にだから私は大学もそうだし、高校もどっちも母校の近所にイチョウ並木があるから、もうしょっちゅう香ってくる感じがする。そっか、並木道に植わってるからっていうことなのかな。そっかそっか、山沿いとかはあまりないから、こう、歩道のね、ところにね、植えてるからってことだよね。うん、でもね、匂いますけど美味しいですからね。うん、ぜひ皆さんも今シーズン、銀杏匂ってるかどうか教えてください。そうなんですよ。なんか私には身近な存在でした。